はい、ありがとう。整体の平野です。今日4月23日、今日からですね5月、6日までですね、営業辞職という形で、まあ、お休みをさせていただくことになりました。その中でですね、まあ、いろいろ動画をたくさん撮っていくこうと思っている中で、まあ、東京に、まあ、3月から暮らし始めた次男の話もねちょっと織り交ぜていきたいなと思っています。3月11日にですね、まあ、高校を卒業して進学もせずにですね、まあ、一人で東京に行って何かを見つけて、生きる糧にね、すると、まあ、宣言して、まあ、東京で暮らし本当に一人で暮らし始めて、そして、本当にこう知り合いもね一人もいない状態で、まずは、まあ、バイトでもして、友達をねこう、作りをしていこうという矢先にですね、まあ、こういうコロナの、まあ、騒動というかね、問題に、まあ、ぶち当たり、本当に喋、る相手も、いずにあのバイトもねもう断られまくって、そして、部屋の中でですね一人悶々と、誰とも喋ることもなく、最初のうちは大丈夫だよ、東京楽しいよって言ってたのがですね、ほんのこの1週間ぐらい、毎日のように電話がかかってきて、まあ、愚痴るようになってきました。ガマゴリよかったな、やっぱりなんかガマゴリの、今思うとガマゴリってすごくいいとこだよねとか、ガマゴリ帰りたいなとか、まあ、言い出した、次男で、それは一時的に帰ってきたいの、ずっと帰ってきたいのって言うと、もうどっちもあるかなみたいなことを、まあ、言い出したんですね。確かに、一人でねこう、まあ、寂しい思い、をしながら、もどかしい、何もできない状態の、状態で、まあ、戻ってきたいというのは分かるんですけども、まあ、親としてもですね、まあ、じゃあ2、3日でも帰ってきたらと言いたいところなんだけども、まあ、今回のこの場合はですね、まあ、若い彼がですねこう知らないうちにですね感染していてこっちに持ってきてしまうといけないので、まあ、それは本当に我慢しなさいという話を、伝えてあります。まあ、そんなですね、東京暮らしをね、始めて、まあ、1ヶ月、本当に大変な、まあ、世界中みんな大変なんですけども、まあ、そんな、大変な、ね、中で、また、その中でもですね何かを見つけるチャンスだと私は思っているので、まあ、彼にね、まあ、そう伝えました。ただまあ、これはある少し冗談なんですけども、まあ、東京荻窪の駅の近くにね住んでるんですけども、まあ、ぜひねお友達になってくださる方がいたらですね、こちらの方からご連絡いただけると、まあ、今これ濃厚接触になってしまうので、まあ、コロナがね落ち着いて、まあ、もし、なんか気にしてくださる方がいたらですね、お願いしたいなっていうのは、まあ、少し、まあ、本気で、お伝え、したいなと思いました。そんな、次男のですね、東京、まあ、ヘナチョコ日記ですかね、そんな、動画もですね、これから入れていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。